平爪つガニは、エビメ、カニシタメ、ワタリガニカに分類されるカニ。北海道以南の海から、北海、東、シナ海に生息する。日本では主に東日本で食用とされる。第5脚は、遊泳客となっており、つま先が平たいことから平爪つガニの名がついた。一般の流通量が少なく、地元消費が多いカニであるため地方名が多い。 北海道稚内市では、ヘラガニ、青森県の八戸市、小平瀬町では、平ガニと呼ぶ。日立中市や九十九里町では、金着ガニと呼び、鹿島まだから外房では、丸ガニ、または、丸と呼び、内房など各地では、甲の模様を H の字に見立ててチガニと呼ぶ。山形県庄内地方では、白ガニと呼ぶなど、多様な呼び名で呼ばれる。中国で正式な名では、 最天塩シガニと称するが、市場では、砂ガニや、台湾ガニなどと呼ばれることが多い。韓国では、毛出し国家と呼ぶ。幸福は10センチメートルをやや超える程度。ガザミと同じく第2脚から第4脚は、不足であるが、第5脚は、遊泳足であり、遊泳して移動することもできる。第1脚の下側に突起が並んでおり、左右のこの部分をこすって発音する。 波打ち材から水深100メートルの旋回域に生息するが、特に波打ち材から水深20メートル程度に集中する。普段は砂や岩陰でじっとしているが、夜行性であり、小魚やエビ等を捕食する。繁殖期は秋から春であるが、主に10月から11月、2月から4月に放卵個体が多い。ひらつガニの味噌汁中型のカニであるが、 美味であり癖がないためいろいろな料理に用いられる。漁獲量、流通量が多くないため、海沿いで地元消費されることが多い。大きさは小さいが、塩干狩りでも取れることがある。特にカニ味噌が美味であるため、日本、特に東日本の産地ではぶつ切りにしたものを味噌汁や鍋料理として食べることが多い。北海から東、シナ海沿岸の中国産東省。 絶好賞、福建賞や台湾、韓国などでも消費されている。韓国でも鍋料理、味噌汁などにされるが、中国では蒸したり、炒めて食べることが多い。手塚大地、だしと味噌味は後ろがに、省内日報、2008年3月23日、省内日報社、武田正も、原職甲殻類検索図鑑 P145、北竜館。 1982年 i s b n 4 8 3 2 6 0 0 3 7 0 h t t p w w w p r e f i b a r a k i j p p u k y o k u、e、n o u r i シ n s u i s h i h o n j y o s h i g e n h i r a t u m e g a n i p d f ありがとうございます。